こんにちは、西粟倉村の山根です。今日はね、山をずっと車で登ってきたらね、こう兵庫県にこうつながる道なんですけど、なんかね、ちょっとガサガサっと怖い音が熊が出たんじゃないかな。大丈夫かな。大丈夫ですねあのね、こう今そこのもう少し向こうへ行くと、こう千種スキー場っていうねとこがあるんですけど、ちょうど岡山県と兵庫県の境目のあたりの山ですね。そこにね、これですね、こうススキの穂、山全体がもうススキの穂になってるところがあるので、結構ね、白く見えるのが全部ススキの穂です。わかりますかね。ちょっと映像ではわかりにくいかもしれませんが、今見ましたらね、ここがなんか登山の入り口、凪山登山口って書いてありますね。それは知りませんでしたけど、ここはね、以前からちょっと知ってたんで、ちょっと登ってみようと思ったら、今ね、ちょうどススキの方でいっぱいです。そうですね、西粟倉村は兵庫県とね、鳥取県の境にあるんですけど、山を越えると兵庫県、トンネルを越えると鳥取県っていうね、もうすぐ、もう近くにこう鳥取県と兵庫県がある村になっています。ちょっと周りはざっとこんな感じですね。そう、この道をね、ずっと下っていくとすぐ千種スキー場っていうのもありますし、今来た道をこう帰っていけば大ヶ谷スキー場っていうね、とこもあります。だんだんね、秋らしくなってきましたが、皆さんの地域ではどうでしょうか。なんか栗の、こう、なんかね、意外が、中身はないですね。動物が食べたのかな。あります、あります。はい、栗も転がってます。これからね、どんどん西粟倉村もこう秋らしくなって紅葉になってくるんですけど、ほとんどが杉やヒノキばっかりなんで、こう紅葉っていうのがね、緑の中に時折こう雑木がその紅葉したっていうね、いう感じで、それもまた結構ね、いいんですよ。山全体が紅葉っていうのもいいんですけど、緑の中に時折こう、はい、時折映るこの紅葉っていうのがね、結構またそういう紅葉の時期になりましたら動画を上げたいと思いますので、今日はこのススキの山を紹介しました。はい、ということでまた放送しますので、よろしくお願いします。では失礼します。